にちは。こんばんはじゃないな。こんにちは。少し歌おうかな。声ガラガラ。さっき起きたんですよ私。さっきといってもまあ11時ぐらいなんですけど。ちょいとね、ちょいとだけやる30分ぐらいです。カラオケをやろうかな。カラオケ配信多分今日28ですよね。今月は今日が最後になる気がしてる。いつは28なんすよ。そうなんだよね。明日まあちょっと配信できないと思うんでちょっと刺します。私めっちゃ寝起きなんですけど、まあすいません。そんなこんなで。カラオケやるよー。どうしよう。もう何でもいいんですよね。こういうのは。なんかありますか？私のお気に入りの中から。パーティーから抜け出してきた。
喧嘩したんだ。ほんの些細なきっかけだったけど、何が一番大切なのか、薄れた僕に幻滅したんだろう。賞とかお金とかが欲しい。何にしよう。いっぱいありがとうございます。今月最後です。多分リクトさん、ベルちゃん、カイトさん、スペースゴーさん、情報技術研さん、アメさん、アノネさん、オニオナイトさん、ユキタンさん、オニオナイトさん、ベルちゃん、カイトさん、アノネ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 さん、キミユコさん、きよしさん、あめさん、そのっちさん、あのねさん、ゆすりざるさん、あのねさん、ありがとうございます。ありがとう。これじゃいけないと頭振り払って、勉強をしても君が浮かんで
れたかどうでした？やっぱお昼なのでね、あげていかないと。あげていきましょう。もっと遊んで指を鳴らして呼んでいる声がするわ。本当も嘘も興味がないのよ。指先からすり抜けてく欲張りな笑い声もごちゃまぜにしたスープに溶かすから、夜に落ちたらここにおいで教えてあげる最高のメロディ。あなたはいつも泣いてるように笑ってた。迷いの中で傷つきやすくて地図を開いていたずらにペンでなぞる。心音に合わせて靴を鳴らして、私だけの秘密の場所、走る雲の影を飛び越えるわ。夏の匂いに追いかけて、何があるかな。てかもう静電気やばすぎて、やばい、顔にまとわりついてくる全部。悪いことしてないわ。
何がいいかしら。ちょっとこの前昼って感じ、昼だよみたいな感じの曲で、かつ爽やか、風になる、カントリーロード。
揺れる思い、この辺どうですか。行くべきか引くべきか迷っていたってノーマーチャンス。トリセツ、トリセツでいいの逆に。今すぐ Kiss me oh, 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 I miss you みたいなやつ、あれは小田入りが歌ってたから少し聞いたことあるんですけど、がっつりはないですね。揺れる思い、爽やかでいいかな。どうしよう。揺れる思い悲しく感じて、揺れる
watch you guys. それでは、ちょっとこれね。途中から読んでいくよ。君ゆこさん、きよしさん、そのっちさん、あのねさん、イスリザルさん、あのねさん、うとうさん、あめさん、ボルトマンさん、スペースゴーさん、あのねさん、あのねさん、あのねさん、オニオンナイトさん、まさかずさん、オニオンナイトさん、ヨシンさん、ボルトマンさん、うとうさん、もっさんさん、ん、こはなこさん、横井おっさん、もっさんさん、ケンジさん、オニオンナイトさん、もっさんさん、ミラクルさん、スカさん、ボルトマンさん、横井さん、ボルトマンさん、ベルちゃん会長さん、あのねさん、いっぱい、なんだっけ、ミラボールありがとうございます。オニオンナイトさん、マサトシさん、横井さん、ボルトマンさん、ニニギさん、あのねさん、ありがとうございました。それでは、この辺でちょっと終わらねばならぬのですが、明日はなーって感じなんですけど、まあ時間が空けば少しね、まあそんな感じでございます。もう一曲ぐらい歌えるかな、時間的に。はぁ、配信用のマイク、いや、あるっちゃあるんですよ。けどさ、もうでかくてこんぐらいのやつとかもさ、こうつなげるのも結構大変で、だから歌配信やりますみたいな時は一回ちょっとね、やってみたいと思うんですけど、この前やったことあるんですよね、実は。そう、前ねやったことあるんですよ。でも全然やっぱり私からはあんまり変わったようには聞こえないんだけど、その聞いてる側の皆さんからは結構、え、全然違うとか、やっぱいいマイクっていいんだねみたいなコメントいただいたので、そのちかてさん、ありがとうございます。そう、だからやっぱ違うんだなと思って。確かにビジュアルね、出るか否か、いつ出るんでしょう。ゲスト発表いたしました。あ、本日のビジュアル解禁は以上です。明日もお楽しみに。まだね、私は出てないですね。天使ちゃんたちがいっぱい出てるの。学生側も出てるか。まだ私は出てないですね。なのでお楽しみに。
ということで、そちらもお楽しみに。もう見て、静電気がすごいの。私こうやってやってもさ、もうブワーって広がる。静電気女だから。怪我した。それではランキング読みたいと思います。ハッシュタグ瞬気なんだ、僕は好きなんだ。ハッシュタグ、それでは聞いてください。好きなんだハッシュタグ、ハッシュタグの意味ないっていう。えい。ということで終わりたいと思います。ランキング読みます。13位宇藤さん、12位アメさん、11位ケンジさん、10位小花子さん、9位モッサンさん、8位ベルちゃん会長さん、ミスさんのは7位つむじかでさん、6位キミユコさん、5位ボルトマンさん、4位横湯さん、3位まさかずさん、2位オニオンナイトさん、1位ミスあのねさん、ミサが最高でした。ということで急な配信だったんですが、ありがとうございました。またすぐ配信いたします。なのでぜひフォローして、このアカウントをぜひポポポポポポーンってフォローして、あとインスタでね、いつもあのストーリーとかで配信するよって言うたりしてますので、インスタまだフォローしてない方はフォローしてください。そう、インスタとか TikTok もやってるんですけど、インスタとか TikTok でも歌ってみたをね、出そうかなって今考えてるので、それもフォローしてお待ちください。それでは終わりやす、バイバーイ。ランキングだよね。オッケーオッケー。おやすみ。バイバイ。寝るの今から。良い水曜日をお過ごしください。春休みを。じゃあね。バイバイ。ありがとうございました。